どうも皆様、マーシーです。というわけでマーシーがお送りしますバンドリー。はい、というわけで皆さん 4.5 周年のガルパステーションご覧になりましたでしょうか。その一つのコーナーの中にですね、まあユーザーのお問い合わせにその運営の人が答えていくっていうコーナーがあるんですけれども、割とですねそのお問い合わせがですね、まあ、今後ガルパに結構影響してくるものが多かったりしましたので、まあ今回ねどのようなものがあったのかっていうのをちょっとね紹介していこうかなと思います。まずはですね、公式の生放送でイラストに動くエフェクトをつけてみてはというお問い合わせがあったんですけれども、まあこれに対して運営としては、まあ動くイラストに対しては検討し、動き始めて近いうちに新情報として公開できる時が来ると思いますというふうに答えていますので、まあ、公開できるということはおそらく、まあ動くイラストは実装されてくるんだろうと思います。まあ、これがねどのように動くかっていうと、おそらく3章のラストのような感じで動くようになるとは思うんですけれども、どこまでのメンバーを動かすようにできるのかはちょっとまだやっぱりわからなくて、まあこれまで出てきた星4メンバー全員だけでも膨大な作業になりますし、まあそのメンバー全員がそのデータでね動くようにすることができるかっていうのもちょっとまだ不明でもありますし、まあおそらくまあ今後のメンバーからとか、またはまあフェス限メンバーが動くような感じの、まあ一部のメンバーが動きますよっていうような感じになってくるのかなとは思うんですけれども、まあおそらくまあその後まあ特訓後でまあ動くようにすることができますよとか、またはアイテムを使ってこうね動くようにすることができますよみたいな感じになるとは思うんですけれども、まあどうなってくるかは分かりませんけども、まあ結構この動くイラストに関して言ったらすごく楽しみですね。続いてなんですけれども、悪質なユーザーに対してペナルティ強化とか対策等は可能でしょうかというお問い合わせで、悪質なユーザーを通報できる機能も検討しているらしいんですけれども、まあ、正直自分ちょっとこれはちょっと不安なところもありまして、というのもですね、まあ、悪質なユーザーを通報することももちろん可能なんでしょうけども、逆に悪質なユーザーが悪質じゃないユーザーを通報することもまあできる可能性もやっぱりありますので、例えばじゃあまあ配信でね、ガルパの協力ライブをやっていたら、まあアンチの人たちがたくさん入ってきて、そこでまあ通報ばっかりしていれば、まあ当然まあペナルティを食らう可能性も全然あるわけなので、まあおそらくここの通報機能に関して言うとちょっと、まあ慎重なのかなとは思いますね。あとはですね、一部のスタンプが苦手なユーザーもいるようなので、まあ、そのスタンプは表示されないよという、まあ、スタンプミュート機能みたいなものも検討しているらしくて、これはまあ追加されても困る人は出てこないと思いますので、おそらく今後追加されてくるんじゃないかと思います。そして最後はですね、ペルソナコラボをちょうど今日ね復刻しますけれども、他のコラボの復刻はどうですかというね相葉愛菜さんのお問い合わせがありましたけれども、このペルソナっていうのはそもそもアトラスさんと、まあ、セガさんが出しているゲームで、まあ、その2社の協力のもとで、復刻できたと話しておりました。まあ、セガさんなんかはおそらくね、まあ、初音ミクコラボとかで、ね、まあ、結構こういろいろと共同できているところはあると思うので、割とまあペルソナコラボって復刻しやすかったんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、例えばリゼロとかとある魔術のレールガンはおそらく大元が角川さんですし、まあ、お邪魔女ドレミは、まあ、おそらく大元が東映さんとかになってくると思いますので、まあ、そこと、話がつけば復刻もありえるんじゃないかなとは思います。ただ復刻するにしても、まあ、版権業とかね、まあ、いろいろと大人の事情とかもあると思いますので、運営としては復刻したいとは言っておりましたけども、復刻するにしてももうちょっとやっぱり先になってくるのかなと思います。次回のサークルは宇田川亜子と漆黒の野獣隙間屋、次回も絶対見てくださいね。